ちは。こんにちは。はい、豊さん、あれが近づいてきましたね。まだ早いの。いや、もう今大阪では、まあ、まあね、マジックが出てるらしいからな。あれのマジックが40。いやでも連勝ですよ、無傷。お母さんはキャンプの時に、はい、あの、いや開幕ダッシュはしなくていいと、普通でいいんだと、はい、だから普通でやるよって、気負ってやんないよって、うん、いうふうに言ってたけども、まず岡田さんが監督として着手したことっていうのは、はい、やっぱ固定だよね、はい、で中野をセカンドにして、大山ファースト、佐藤輝をサード、はい、ね、でショートに小畑と木浪を、まあ、併用していこうかなっていうような感じで、もういきなり中野がファインプレーから始まるもんな。そうですね。センター前のジャンピングスローでアウトにする。早急に難があった選手がさ、はい、やっぱあれだけ近いと安心感あるんだな。やっぱ違うんですね。違うな、うん、まあ、それと大山がオープン戦の時はあまり状態あまり良くなかったんだよね、はい、でも本茶に入るとやっぱここ一番やってくれるよね、はい、そうですよね。大したもんやなと思うけど、うん、あとはやっぱり秋山が久しぶりの先発で気負ったのかどうか知らないけども、うん、初回にね大失敗して、はい、でもそこからつないでいった中継ぎ陣っていうのが点やらないな。すごい盤石ですね。本当すごいな。投手力すごいですな、うん、だからそういう意味では本当に普通にやっててもやっぱり準備したことがしっかり機能をしてるということだよね、はい、そうですね、うん、それとやっぱ森下をどう使っていこう、はい、で森下を入れたら森下が打つ、当たりますね、うん、でも打たなかったら変える、はい、守備固めに板山入ってる、うん、大ファインプレーだよ。ことごとく当たるんですよね。いや当たるんじゃないんだよ、岡田さんはそれを描けてるんだよ多分。でそれを選手がそれに応えてるってことなんですか。まあそうだな、すごいですね。ほんでランナー走らして、はい、ね、代打、はい、原口がホームランって、はい、ツーランという、うん、だから得点圏行ったら原口を出すっていう、うん、まあホームランだったら得点圏行かなくてもよかったんだけど。そうですね、そうですね。だけど昨日広島戦、はい、ランナー一塁に置いて、うん、ね、まあ、中野にエンドランかけたんだよ、うんうん、はい、これ単独で来るかなと思ってたんだけど、盗塁、はい、単独じゃなくて、まあ、エンドランかけて、まあ、得点圏に送った後に大山が打つという、はい、で逆に同じシチュエーションになった時に、あ、そうですね、その、うん、はい、大森かなんかが飛び出してアウト。そうですね、はい、カーブ、もうね、やっぱり野球の質がちょっと変わってきたな、阪神。だから広島がダメだっていうことではなくて、はい、やっぱ岡田監督の術中にこうみんながこう酔いしれてる今阪神がね、はい、おおみたいな、うん、岡田さんやるなやっぱりみたいな、まあ、そんな感じだしね、はい、こうやって首をこうやってよく振ってるけど首大丈夫かなと思ってまあだけどやっぱこういろいろやっぱ考えてるよね。だからそのまあ矢野前監督がどうのこうのでないんですけれども、去年までのその阪神の戦い方と今年のやっぱり戦い方ってやっぱり全く違ってきてます。まあ、全く違うっていうかさ、はい、まあ、キャンプの時も緊張感あったし、はい、で、まあ、オープン戦で本ちゃんに入ってくる、うん、まあ、例えば昨年だったらホームランを打ってきた選手に金メダルとか、はい、こんな外国人がやってたけど、うん、ああいうことで一瞬気がファッと集中力気がなくなるんだよね、うん、じゃなくて入ってきてああってこう喜んでてもやっぱ次の展開を考えてるんだよね、やっぱ選手も、はい、うん、だから隙がなくなってきてるよね、うん、だからそのわーってやるのが悪いっていうんでもないし、はい、だからそれはその時に喜べばいいんだけども、うん、でもお母さんのやり方っていうのはいやそれまだ勝負決まってないからって、うん、決まってないし、まあ、野球に集中しなさいという、はい、ね、そこら辺で気がふっとこう逃げるんじゃなくて打ってきた選手は称えながらも気持ちはやっぱ野球に集中しとけっていうような感じを言わなくても醸し出してるよね、うん、だからまあそこら辺がやっぱ岡田さんはちょっと違うなっていうふうに思うよね。あと仕掛けるっていう意味ではどうですか。だから仕掛ける時と我慢する時、うん、はい、
で仕掛け方を変える時、これはやっぱりこう百戦錬磨というかさ、はい、まあ岡田さん勝ってるからね今ね。そうなんですよね。これは4連敗だったらボロカス言われてるんだろうけど、はい、大阪の方ではね、はい、だけどもう神様扱いだよね多分。まあそうだと思いますよ。いやだけど岡田監督の野球っていうのはこういうことだっていうのを、はい、やっぱ俺なんかこうずっとオリックス時代阪神時代からもう見てるから、だからさすがだなと思うよね。うん、今年大型連敗とかしなさそうな、いやあのピッチャーだったらしない、誰かが止める。ピッチャーの交代も早いよね。はい、青柳はえここで交代なのみたいな、いろいろやってたけどもね、やってたけどやっぱね1シーズンを考えてるんだよ。あここでかっこよく完封とか完投とかしたって何の意味もないって、1シーズン働きなさいって、うんうん、ね。でもここで中継ぎが抑え登板型になってる時は引っ張ることもやるだろうし、はい、時としてね、うん、でも引っ張らなくてもあの投手陣はバテないね。いやローテーション組めるもん。そうなんです。いやいや中継ぎでねいやだからすごいです。ただまあ湯浅がね、はい、WBC から帰ってきて、最初の登板の時ボールが上ずったりだとかボールがあんまり行ってなかったけども、まあ投げるごとに少しずつ感覚的には戻ってきているよね、はい、だからまあそこら辺もある程度安心感も出てきたし、うん、いいね。あと森下がいいな。そうですね、森下が勝負強いな、はい、だからあそこら辺を6番でドカッと置いとくと、うん、非常に嫌な打線だよね。そうですね、うん、3、4、5でまだ6がいるっていうところでもそうですよね。で近本とかさ春先は全然ダメだとか、はい、ね、ファンもおそらく知ってたと思うけど、うん、だけど、まあ、春先から言ってるからね。やっぱ緊張感あるんですかね。もう最多安打確定だよ多分近本。本当ですか。いやいや本当本当、まあ、そのぐらいの状態を保っていけるよあの子は。じゃあ今年、まあ、まあ投手陣は盤石ってずっと言われてますけれども、うん、その野手陣打線も今年は良さそうですか。ずっと今年ただノイジー、はい、やっぱりこうノイクリーンアップだな、うん、ノイジー大山サトテル、はい、まあ、ノイジーはちょっと分かんないけど大山とサトテルがやっぱスランプに入った時にちょっと長いんだよね毎年、はい、だからここら辺の期間をテレコでやってくれるといいけどね、はい、大山がダメな時はサトテルが打つとか、ああサトテル落ちたって思ったら大山が絶好調とかさ、はい、でもね俺思うけど近本と大山はなんか連動性があるなこの2人っていうのは。去年もそうなんだよ、近本打ち出した、はい、大山打ち出した、はい、連勝バーッとする5月とかありますか、ね、だから近本が打つと大山が打ちやすいんじゃないかなと思って、そういうバイオリズム的なものとか、はい、そういうものがなんか同時期に来るような感じがするんだよ、うんうん、だから今近本も非常に状態いいし、さよなら打つしね、うん、で大山もいいところで打つし、うん、だからここら辺の連動性はあるなっていうふうには考えてるんだよ。面白いですね。面白い面白い。だから、うん、近本が元気だと大山も打つっていうことを考えて、近本が最多安打って考えると大山は打点王かなみたいな。確かにそうですね。なんかそんな感じの匂いがするんだよ。ただ4試合だけどね。まあ分かんないけどさ、分かんないけど、はい、そのぐらいの状態の良さというか、はい、まあ、連動性を感じるというね。それと足も使ってるよね、うん、まあ、セ・リーグで今5つ、はい、この時点でね走ったりとか、まあ、エラーは2つ出てるけども、うん、他のチームは4つとか出てる、はい、1試合に1個ぐらいのペースでね、うん、だからそういうことを考えるとやっぱ今年の阪神っていうのはやっぱ岡田野球もあり、はい、コンバートも含めて、うん、なんか非常にいい状態で、はい、もっと強い時期が来る。これもう好きないじゃないですか。ない、今のところはね。ただこっから怖いのは怪我人だとか、あ、はい、うん、ね、ある程度固定で戦ってたらベンチの中の選手たちがどういう状態を保てるのかとか、うん、だから原口とかいいよね。そうですよね、本当に。キャンプとかオープン戦でねどうなのかなっていうちょっと不安もありましたけれども、記事など読むと何が今年大丈夫なのかなとか、あの原口選手の記事が出てたりとかあったんですけど、ね、でももうね良かったですよ、ね、やっぱ信頼してるんだろうな、ああいうところで得点圏行った原口みたいな、うん、はい、ね、それを初球ホームランみたいな。そうですよ、うん、すごいよお前、まあ、
あの一方、まあ、戦った新井監督、まあ、同じ甲子園をこう、はいはい、主なるこう戦場にしてた監督ですけど、あのさ、まあ、何でもそうだけどさ、はい、まあ、森内もバラエティから入ったの最初、はい、そうですか、うん、いや私アナウンサーから入った、局アナです、はい、まあ、局アナが入ったとして、はい、まあ、例えばそのまあ、外出て街頭インタビューとか、うん、ね、うんうん、はい、だけどメイン、はい、まあ、例えば7時からのニュース、はい、読みなさいって言われた時に、はい、まあ、固くなるでしょ、あの全然トーンは変わりますね、変わるよな、はい、変わるし、え、これこういうトーンでいいんだろうかとか、うん、いろんなこと考えるよね、はい、新井が今状態そういう状態だから、そらね、慣れがあるよ、コーチもやったことないんだから、そうです、ね、いきなり監督やれって、うん、ね、そらね、まあ互い4試合だし、まあ分かんないけども、それどうやっていいかっていうのが分からないよ、うん、ね、でアウトになっても手叩いてんだからいやいや分かんないんだから、だからそうなっちゃうんですね、いやだからよしよしよし、まあまあいい、しょうがないしょうがない、切り替えろっていう拍手なのか、いやもうしょうがないしょうがないみたいな、うん、拍手なのか、あんなところで拍手いらないよね、はい、普通はね、うん、する監督なんかいないよ、いやだけど新井はそういう監督を目指してんだろ、よしよし、ミスしてもいいんだ、うんうん、いいんだ、いいんだ、切り替えてっていう、うん、切り替えていこう、でもそういうチームは勝てないからね、だって手、よしよし、失敗を許すようなチームで強いチームはいないから、うん、強いチームは失敗許されないから、うん、だからどう考えてんだっていうことだ、あれが、うん、だからそれをコーチをやってなかったりとか、あれ失敗したらコーチの責任だから、コーチなんか絶対手挙げられないよね、手叩けないよね、うん、おちょっと試合終わったらちょっと来いって、お前なんであそこってどう、なんでスタートしたんだって、うん、ね、俺こういうふうに言ってなかったから、これからこうしていこうっていうコーチの責任にするけど、やっぱ監督は今新井はあのコーチの経験がないから、まあ、そこら辺は分かってないんだと思う、うん、ね、いいんだいいんだ、俺のサインだから失敗してもしょうがないみたいな、失敗を手叩いてるようじゃダメだよ、うん、もうベンチすぐバッパーンって叩いてあーって悔しがるよ、ね、それかもう自分を責めるからね、うん、選手を選手だから、そうです、いや違う違う、失敗したらお前だからってサイン出して、うんうん、ね、いやかダメだったか、選手はそこまで育ってなかったかみたいな、うん、そういうことを考えなきゃいけないんだけど、いや失敗は失敗はいいんだよみたいな、失敗をね容認してるようじゃ勝てないからね、そうですよね、うん、これはその一試合一試合ごとに監督がこう例えばどんどん成長していかないと、うん、やっぱり厳しいっていうことなんですよね、ただやっぱこう1番を誰にするとか2番を誰にするとか、うん、ある程度適材適所の選手はいるよあそこは、はい、優秀な選手は、いやだからある程度我慢してピッチャーで変えるんじゃなくて固定で戦った方がいいと思う、うん、その方が見えてくると思う、はい、いろんなことが、あこいつはこういう時ダメだなとか、そういうまず知ることだよ、人の良さで野球なんかできないから、そうですね、うん、だからまあそこら辺をやっぱこう冷静に見極めるために、うん、やっぱある程度固定でね、はい、菊池なんかひたぶってたから、それが一番打ったりとか、うん、いろいろしたりとか、いろいろす、もう選手もこんなのなんかジェットコースターみたいな感じですね、いや本当にだからある程度固定で戦った方がいい、うん、ね、そしたら見えてくるものが絶対あるから、あそうなんです、ね、うん、だから選手もこれこのピッチャーだから左だからこっちを使う、右だったらこっちを使おうとか、そうじゃない、自分を信じてこれを使おうっていうのを決めた方がいいと、そうですね、うん、まあ、たまたまね、あの対戦相手がやっぱりこう岡田監督そして新井監督っていうのがあるだけちょっと対照的になって、ね、ファンには見えてしまうかもしれないんですけれども、だから岡田監督が広島と当たる時に3連敗して帰ってきたと、はい、こういうチームが一番やりにくいって言ってた、ね、だからもう予想してるんだよ接戦になるって、はい、俺らは絶好調で3連勝したけども、うん、いやだけど広島、ちゃんと締めてかからないと足元すくわれる、で昨日同点まで行ったでしょ、はい、で、まあ、大山がね決勝タイムリー打ったけども、あれも多分岡田監督は予想してるんだよね多分、うんうん、だから多分ミーティングでもこういうチームほど締めてかかるみたいな、うん、まあ、そういうことは多分言ったか言わないか知らないけども、おそらくそういう気持ちであったということは確かだよね、そうですよね、うん、まあ、それで勝ち切るというさ、うん、まあ、やっぱ今年の阪神は強いなと思ったね、そうですね、はい、まあ、大阪でねどんどんマジックがね、うん、点灯していきますけども減ってきますけれども、まだちょっと疲れちゃうからね
もうちょっと夏場まで待ってくれたらな。もうちょっとですけど、ね、夏場過ぎだな。夏場過ぎ、8月、9月、まあ、オールスター系ぐらいには、うん、なんかそういうような感じを匂わせる野球だね、うん、おあれが近づいてくるとまたちょっと岡田監督もね、うん、表情も変わってくるでしょうし、まあ、どっかり座ってるよな。いや確かにすごいですね、うん、はい、はい。